テニスの全米オープンが開幕、カトーミー28、ザイマックス、グミの失格を審判に訴えた全仏オープン女子ダブルスのボールガール事件お境に世界中から非難を浴びているマリエ・ブズコバ、25、チェコが女子シングルスの1回戦でアシュリン・クルーガー、19、米国、オストレートで下した。だが、ブズコバは今回女子ダブルスにはエントリーしなかった。 開幕前に痛めた右足の影響が考えられる一方で、ブズコバが、米メディアに対して、かなり辛い、と打ち明けたほど、炎上、の続く SNS 上での非難が関係している可能性もある。前哨戦、で痛めた右足がシングルス1本に絞った原因か。開幕した今年最後の四大大会、全米オープンで異変が起こった。 本戦2日目の現地時間29日までに発表された女子ダブルスのドロー。エントリーした64組の中に、7月のウィンブルドン選手権でサラソリベストルも、26、スペインとのペアでベスト4に進み、4大大会の最高位を更新したブズコバの名前がなかったのだ。ちなみに全仏でペアを組んだ親友のソリベストルもは、ベネズエラの選手とのペアでエントリーしている。 ブズコバがグランドスラムの女子ダブルスに出場しないのは昨年の全米オープン以来となる。現時点で理由は明らかにされていないが考えられる原因はある。全米オープンの前哨戦として出場した14日開幕のウェスタンサザンオープン、米オハイオ州シンシナティの女子シングルス準々決勝でブズコバは第1セット途中で棄権していた。 この時のブズコバは右太ももに白いサポーターを巻いて、同胞のカロリナムチョバ、27、チェコ、との一戦に臨んでいた。しかし、立て続けに3ゲームを失った段階でプレイ続行を断念。右足を引きずりながらコートを後にしていた。直後の20日に更新した自身の SNS で、ブズコバはこう綴っている。早く回復させて、全米オープンに備えます。 先週行われた WTA ツアーに出場しなかったことからも、痛めていた右足の状態を考慮したブズコバが全米オープンではシングルスだけに絞る決断を下したとみられる。しかし、一方で SNS 上で、今なお殺到する非難の声に対しての精神的ショックが女子ダブルス自体への影響を与えていた可能性も否定できない。ブズコバはウェスタンサザンオープン期間中に、アメリカのテニス専門サイト、 テニス .com のインタビュー取材に応じ、23日に公開された記事の中で、自身の SNS に非難が集まる状況への苦悩を打ち明けている。何かをシェアするたびに多くの人々が兵と、非難を投稿してくる、メンタル的に好ましくない日々が今も続いている。誰もが望む状況ではないし、自分が悪者だと感じる状況に陥った経験がない私にとってはかなり辛い。 私たちアスリートはソーシャルメディアにさらされていて、何かが口コミで拡散されていく中で誤解されやすいと感じています。6月の全仏オープンを境にブズコバの悪名が世界中に知れ渡った。女子ダブルス3回戦で起きたボールガール事件だ。そのスポーツマンシップに欠ける行為が世界中のテニス関係者やファンを敵に回した。ブズコバは今回のインタビューの中でも、 ボールガール事件で浴びた避難について誤解されやすいと弁解している。私とサラが笑ったことと彼女たちが失格になった件とは何の関係もありません。私のスペイン語は完璧ではありません。なので、サラはいつも笑っていて私が間違えたスペイン語の単語のリストまで持っているほどです。もちろん相手の失格を望んでいたわけでもありませんが、彼女。 加藤がしたことは明らかにルールに反していました。そして残念ながらそれ、失格、が起こりました。その後に私たちは、ソーシャルメディアから少し距離を置くようになりました。